はい、どうもこんにちは。19歳になっても横断歩道を渡るとき白だけを踏む癖が抜けないロッテです。ということでね、今日もスプラトゥーン2やっていきたいと思うんですがね、本日もですねノバブラスター使っていきたいと思います。もう最近この挨拶もね、工夫するところがなくなってきたんよ。俺ノバしか使えないことに気づいて。でさ、最近なんかコメント欄とかツイッターでよく言われるんだけどさ、ロッテさん、おい、なんかそういうことしとる？ロッテさん、動画の中でのトークが完全にダークネス山本さんと似たような風潮になってきてるんですけど大丈夫ですかって聞かれるんですけど、あ、これ名前出してよかったのかな。だからね、あの方ってやっぱトーク面白いし人気じゃないですか。だから僕もね、そこ見習っていくためにね、今日からホワイトネス土俵にね、名称変更してきて、アップね、おーおー、俺うますぎー、名称変更してやっていきたいと思います。でね、あの方ってやっぱあの方もそうだけど、パイナポーさんとかもね、結構何々の何々みたいな、結構なんか、覚えやすいというかさ、特徴的なあれつけてる人いるじゃん。なんか、俺もそういうの欲しいなと思って、なんかロッテって地味じゃん。で、ロッテ自体がもうほぼパクリみたいなもんですよね。これね、肖像権じゃねえや、著作権侵害でね、本社ロッテから訴えられてるんで、僕勝ち目ないんで、これ。もう、なんか、僕の動画投稿途絶えたなと思ったら、あ、ロッテに裁判で負けたんだと思って、おあ、はい、ではね、2戦目の方やっていきたいと思うんですけど、僕今めちゃくちゃお腹が痛いです。でさ、もともと僕生まれつき結構お腹痛くなりやすい体質なんだけど、これは僕ね、そういうお腹痛くなりやすい人間だからこそ思うことがあるんだけどさ、人間のね、めちゃくちゃ理解できない言動として、小中学生の男子がさ、よく、あー、お腹痛いわって言ってる時にさ、じゃあトイレ行ってこればって言うとさ、いや、そういう痛みじゃないって言われるんだけどさ、何そういう痛みじゃない痛みって。で、ましてや男だよ。男が何そういう痛みじゃない痛みを感じる時があるの。教えて、もう絶対トイレ行けば治るやんって。で、なんかそういう人に限ってさ、渋々さ、トイレ行ってこいよって言ってさ、しょうがないわ、行ってくるわって言って帰ってきた時、めちゃくちゃスッキリした顔してんだよね。ああ、出たって顔してんのよ、もう。もう意味がわからない。俺ね、あれ人生の中で意味のわからない発言、まあ、人間の言動ランキング第3位ぐらいに入るかな。まあ、1位は小学生が夏、いつよ、地球が何周何分何回った時みたいな、あの発言ね、誰がわかんねん。だね、同級生にコペルニクスを入れて、あ、ちょっやばい、喋りに集中してきた。まあ、こっからはね、ガチでやらせていただく。ナイスナイス、それ止めてくれるのはバカでかいよ。俺が後の前の3人はやっとくから任せてくれ。いや、これは絶対にここを取りに来る。確実にだ。これを取りに来るやからが1人は現れませんでした。どうしましょう。でも登ってくると思うんだよな、1人ぐらい。うわぁ、いや、やばいっす。いや、普通にやばいっす。1分半何もしてないんで、ちょっと僕そろそろ活躍が欲しいなってところなんですけど、こういう場面さ、一人で打開できたらいいんだけどね、ノバブラスター一人じゃ何もできないんだよ。もうやめて、来ないで、こっち来ないで。いや、止まりそうにない。ちょ、ローラーやってくれ、お願い。なんか曲者でさ、ピーってやれば、なんかローラーなんて逃げてる。ナイス。32か。まあ、なんとかしますか。なんとかしますよ。で、こっから僕無双タイム入るんで、ちょっと口数少なくなったら、もうやめろって、もうずるい、だけもう本当に無理、もう、思いっきり、射程長いのずるいよ。なんか、ノバブラスターも伸びろって言ったらさ、わかりましたって伸びてくんないかな。もう そういうの欲しいわ。そういうの欲しいわ。オッケー、ナイス。いや、あるけどな、まだ。あ、やばい。あ、鳥かごの中のハムスター状態。いや、鳥かごの中にハムスターいるな。よし、ナイス。そこ塗ってくれたのでかいよ。こうやってね、こうやっていけるから。あ、やばい。それはマジで、助けてあげれないかもしれない。助けてあげれなかったらごめん。オッケー、さよなら。こんにちは。ちょっと待って。無理。喋ることなくなってきた。いや、でも、俺は勝つよ。こんなテンションだけど、俺は勝つよ。勝ちますよ。いきます。こんにちは。お、そんなところにアサリ投げちゃっていいのか。それを取りに来たとき、貴様はもう命はないぞ。さあ、取りに来い。俺がちょっと、お前、それ前出ると、おー、ナイス。よくやれたな。じゃあ、俺が、あとは俺が引き継ぐよ。任せて。おー、ここ塗られてなかった。よし。じゃあ、俺に入れろってこと？それ。もう入れるよ。ああ、入れなくていいかい。なんかもう味方が完全に、お前なんていないも同然だからみたいな動きをしてくるんだけど。泣きそう。俺味方だと思われてないわ、これ絶対。オッケー。いやー、でもなかなか続きが入んないね。ごめん。俺がちょっとキルじゃなくてアサリ入れに集中すればいいかな、これ。申し訳ない。じゃあ行きます。パンマン。はい。なんだよ、お前。なんなんだよ、お前。何がしたか、ちょっと。行きます。ついていきます。またカモンって言ったからな。ついていくしかねえよ、これは。ついていくしかないべよ。
痛い痛い痛い。ちょっと待って待って待って。本当に敵強いな、これ。オッケー。やったけど、ここ、オッケー。で、ここやって、いや、これもやれる。おお、なんでなんでなんで生きるの、マジか。マジか、魔法少女、マジかマジか。オッケー、ナイス。いやー、待って。ゆっくり動こう、ゆっくり。危ねえ、死ななってよかった。ナイス。いけるぞ、これ。いけるぞ。いける。勝てる。俺がこれを入れ切ってしまえば。いやー、マジごめーん。すいませんでしたー。